はい、こんにちは。派遣社員の独り言、第73回目となりました。今回のテーマは、ドアのすり抜けについてお話ししてみたいと思います。これは私が以前勤めていた派遣会社の常駐先でのお話なんですけども、そこのオフィスというのがですね、結構こう防火扉的な意味合いもあるのかちょっとわからないんですが、通常のそのオフィスのですね、フロアから廊下っていうか、その外に出るためにですね、結構重い、鉄みたいな扉があるんですよね。男性が押すには、ちょっと力入れてグイッと押さないといけないぐらいで、女性だったらちょっと片手じゃとてもじゃないけど開かないぐらい、ちょっとこう、体重乗せてですね、体でこう開けないと開かないぐらいの重さがあったんですよ。で、しかもですね、健康を考えるという、ちょっとそういう会社の運動があって、上下1、2階ぐらいの範囲内であればエレベーターを使わずに非常階段を使いましょうというような運動があったんですよね。なんで、通常のフロアから例えばトイレに行くだけではなくて、1、2階上下近くのですね、フロアに行くときも、その重い鉄扉みたいのを開けて非常階段を行かないといけないというようなことがあったんです。で、大体そういう、扉を開けてですね、何人か、複数人が通るときというのは、初めの人はちょっと開けるの大変でしょうけども、2人目以降の感じは、皆さんこう、自分が通ったときに手をこう、扉に添えて、次の人も通れるようにしますよね。で、そういって皆さん、お互い気を使い合って、最後の人が、無事通り抜けられるというようなことが一般的だと思うんですが、私たちの同僚に男性派遣社員がいたんですけれども、その方がですね、それを絶対にしないんですよ。どんな状況であろうと、前の人が開けてくれますよね。そうすると手を扉に差し伸べず、そのままスルッと自分だけこう通り抜けていってしまうんですよ。で、もうその後ろの人はもうあれですよね、また扉が閉まってしまったりとか、もうほぼ閉まりかけるんで、またグイッと開けないといけないんで、結局その、動線っていうんですか、動きがやっぱり止まってしまって、スムーズにこう人が流れないような状況になってしまうんですよね。そういったことを一切考えない人だったんですよ。で、もうこれについてはちょっと私もですね、さすがになんでそういう周りの人のことを、次の人のことを考えられないのかなと思ったら、ちょっと苛立ちを感じていたんですよ。そんな時、ちょっと私たち県のスタッフ同士で会議をすることがあって、上の階の会議室に移動することがあったんですよね。で、その時にですね、私たち順番にこうやっぱり出てきますよね。したらたまたまその A さんの前にですね、ちょっとこういたずら好きっていうか、やられたらやり返すみたいな感じのちょっと若い男性、派遣社員がいてですね、その人もA さんのことをよく思ってなかったんですよね。で、こう順番に出ていったらですね、その、B さんとしましょう。若い B さんがですね、A さんの前を歩いていたときに、スルッと自分だけ通って、扉を閉まっちゃったんですよ。したら A さんがですね、なんだよ、みたいなことが起こってて、ちゃんと、後ろの人のことを考えろよ、みたいなことをなんかブツ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 文句言ったのを、覚えてますけれども、それってあなたいつも自分がやってることですよっていうのはみんな、言いたかったんですよね。確かに後ろにいた私たちはその動きを、止められてしまった、動きっていうか流れを止められてしまったんで、本来であればあんまり心よく思わないんですけども、その A さんのですね、その反応を見ていたために、皆さん逆にそれで、いい気分になってしまってですね、その反応を見てるのが楽しかったというような、エピソードでした。そんな感じで、確かにですね、今働いているところでもやっぱりそういう人っていますね。特に非常階段とか歩いて、こう扉を、開けてる時にやっぱり自分だけスルッと入る人っているんで、やっぱりその A さんだけではなくどこでもやっぱりいるんだなと思って、このコロナ禍なんで、扉とか触りたくないっていう今の時期ですとですね、そういった言い訳も確かに考えられるんですけども、それだったらこうちょっと肘でこう開けるとかですね、いろいろこう考える頭を使えばやれることってたくさんあると思うんですよ。そういったことを考えずに自分だけとりあえず通れればいい、そういったことはやっぱり今後考え直してほしいなと思いまして、今回ちょっと挙げさせていただきました。もし心当たりのある人はぜひ後ろのことを考えて肘でもいいんで扉を開けて通れるようにしてあげていただければ嬉しいなと思います。今回のお話は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。